日本テレビは18日、音楽特番、ベストアーティスト2023を12月2日午後7時から放送すると発表した。約4時の生放送で、第1弾、アーティスト27組も合わせて初。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所からは、キングプリンス、ストーンズ、スノーマン、セクシーゾーン、何わ男子の5組、名を連ねた。 一年の放送開始から今回は23回目。そう、司会を、嵐、桜井翔が、司会をフリーアナウンサー、羽鳥り一バカリズム、同局、一綺麗な穴が、レゾレ勤める。桜井は、12月の頭の放送ですし、い、い年末始まったなという気分で楽しんで、ただけたらと思います。とコメントした。スマイルアップ、箱、非大晦日加工例の、 カウントダウンコンサー、カウコンの開催見送りを発表したばかり。13日発表された第74回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手も同、部署からの選出はゼロだった。それだけに SNS に今年のベストアーティストが実質紅白フら豪華で嬉しい。今年の紅白見ない、毎年恒例年、カウコンも今年はないで。 泣いてたからベス、アーティストはあって嬉しい。ベストアーテストへの番組出演も5組決まったし、今年はそ、らを楽しみにすることにしよう。紅白同様ぜ、かと思ってたから出るみたいで嬉しいと、ふ、んからの声が上がっていた。この日、発表、出た出場アーティスト第1弾は以下の通り。石、さゆり、キングプリンス、キングヌー、ケプラー、ジョーイチ、ジェネレーションズ、 ストーンズ、スノーマン、スーパービーバー、世界の終わり、セクシーゾーン、セブンティーン、ダイス、何わ男子、二重、乃木坂46、パフューム、日向坂46、福山雅春ミ、ミーシャ、ミセスグリーンアップル、ユカオル、ユリ、ズ、緑黄色社会、ルセラフィム、ラガンソーシャルクラブ、